皆さんこんにちは、プロボーラーの小林哲也です。こんにちは、よしみです。今日は愛嬌ボールさんにお邪魔しております。ということで今日何をやるかというと、リブラ何やるんですか。今日はですね、はい、サーフィンダブルスをやりたいと思うんですけれども、皆さん、私が愛嬌ボールさんということは、なるほど、誰か出てくるんじゃないかなってきっとみんな期待してると思うんですけど、はい、誰、まあ、さあ、じゃあ出てもらいますか。はい、じゃあでは、おめでとうございます。まあ、ニャンニャンのドリンクのプロボーラーの大沢です。おにぎりプロボーラーの川崎です。全然違う入り方初めて見たけど、はい、ということで川崎プロの2回プロにお越しいただきました。ソバ TV は初だね。はい、ありがとうございます。そう、ロイユイが出てほしい。やっと出てくれました。ありがたい。もうそろそろケヤキちゃんとか来てくる。あー、みんなそろそろ来てきたかな。視聴者の皆さん大変お待たせいたしました。ということでね、今日はスカッチということで、コバ TV 対ロイユイで戦っていきたいと思います。頑張ります。まあ、スカッチなんでね、なんでいらないですか。私たちはノイエリングで、ね、毎週のように毎週スカッチの部署で、多分チームワークがいい、チームワークはいいと思う。じゃあこれどっちがチームワークがいいかっていうのもちょっと皆さんぜひ見ていただければと思います。ラブラブ、そういうことね、わかりました。じゃあその試合をかけて、はい、皆さんでぜひね最後も見ていただきたいと思います。それではゲームスタート。そうです。片方が楽。では千本桜でいきたいと思います。ごめんなさい、思ったより曲がった。あれは取れます。大事だからかまします。これは簡単なんで取れます。でもないです。ダボ頑張っていきたいと思います。
愛がなくなっちゃいました。離婚の危機になっちゃってダメです。ということで、ガチ対決、コバTVが215、ノイユー
チームが202点ということで、オバ TV チームの勝ちました。イエーイ。離婚しないで済みそうです。私たちは絶好します。なんで絶好絶好絶好しません。これからも愛を育てていきます。そうね、またリベンジしたいと思います。はい、またちょっといろいろと企画して撮りたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ゆいちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。